どうもこんにちは、漫画家のカッティです。左利きのエレンを借りております。メガネこもってますけど、今日はですね、私の左利きのエレンよりだいぶ昔のデビューしたてぐらいの時に書いた、おしゃいえソムリエおしゃこっていう世界で唯一のインテリアギャグ漫画世界で唯一にして、インテリアギャグ漫画界の最高傑作と言われてるあの漫画がねあるんですけど、それのドラマが、去年かなシーズン1やって、で、なんとシーズン2やります。シーズン2やるんで、それの撮影現場にお邪魔して、ちょっとね今差し入れ買ったんで差し入れをぶっちかましてこようかなと、思っております。本当にすごい評判良かったらしくて、なんか時間帯もちょっと早くなってるし、話数がちょっと増えてたりいい感じになってるので、ドラマも非常に楽しみにしております。そんな感じで、今からもう撮影現場に向かいたいと思います。皆さん、カッピーさんから差し入れいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。もう私はあのドラマ化3回目なのでもう慣れたもんなんですけど、原作者は現場に来ます。でほとんどやることはありませんので、やることないんだけどそわそわしてないように見せるというテクニックをもう身につけてるんで、あのそわそわじゃなくてなんか原作者なりに見てるんだろうなみたいな顔をしてますね。はいはい。で実際本当に原作者的になんかいろいろ見て、うん、ああだこうだ言うと嫌われるので、あの実際は何も言わないんですけど、なんか原作者さすが漫画家はなんか何かをこう鋭く見ているみたいな顔をしてます。なるほど。で実際はそわそわしてます。わあ芸能人がいっぱいだ確かにまあ、撮影現場自体はね、あの CM の仕事やってたんで、うんうん、あのこういう現場自体は慣れてるんですけど、あのサラリーマン時代はここでも俺は駆けずり回る仕事だったので、そういう意味でもそわそわしてるっていう、うんうん、なんかやんなきゃいけない、なんか運ぼうかなみたいな感じになってるっていう感じです。はい、うん、はい、ゴー。はい、では参ります。あ、ほんま、ほんま、待ちください。回りますか。よーい、はい。今、おしゃこさんと一緒にいたのって、はい、カット、はい、もう帰ってきました。はい、行きます。どうぞ、今の微妙だに合わせたけどね。おしゃこ役の矢作さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。もうシーズン2が、ね、あるとは思ってもなかったですけど、はい、私もです、はい、シーズン1があのマジで演技がすごかったじゃないですかそうですね、すごい評判良かったんで、あんな風になると思わなかったですけど、いや、喜んでくださったので良かったです。もともとああいうタイプの演技ってされてましたっけ？うん、もうあれより全然抑えたのはやったことあって、でそれが最初、一番最初のきっかけでコメディは好きだったんですけど、はい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 、ここまでその振り切ると言いますか、そうですよね、なんかもうコメディじゃないですもんね。コメディ なんつったらいいんだろ だろう、飛んでる系の。そうですね、はい、ちょっと言い方悪いけど顔芸賞と言ってもいいんじゃないですかね。まあ、そうですよね、顔芸といえばもう半沢直樹かおしゃこかみたいな感じで、ね、もう巷ではもう言われてるんで、いやでも本当にそれぐらいマジであの 評判良くて、たまに再放送とかされてたんで、あのもっとシーズン1が広まればなと思ったんだけど、まさかのシーズン2、2回目ってどうですか？やっぱ1回おしゃこがもう抜けちゃったんで、1回それ嬉しいですね。やっぱおしゃこを意識した部分もあるので、一応覚えてはいたんですけど、はい、どこがそのピークというかどこまでやって OK だったっけ なみたいな、ね、多分シーズン1よりちょっともうちょっとあの OK ラインが上になってるかもしれないです。いや、なってるかもしれないんで、いやでも12話分なの で、ね、いろんな男のゲスト、男性のゲストの方が、ね、毎回あのツッコミどころ満載 の、 あのメンズたちが出てくるんで、そこもあの見どころでございますので、はい、いや今回ねタイプが違うのいっぱいあるんですね。はい、そこはちょっとあんまり詳しく言えないですけど、ね、そうですね、楽しみにしていただけると、ね、はい、すいません、あのお疲れのところありがとうございます。ありがとうございます、来てくださって。いえ、とんでもないです、ありがとうございます頑張ります、楽しみにします。はい、
めぐみさん、皆さんご存知のめぐみさんです。こんにちは、めぐみです。すいません、2回もね、出ていただけるなんて嬉しいです。本当に思いませんでしたけども、ありがとうございます。パワーアップしてますよね。あの台本もめちゃくちゃさらに面白くなってて、楽しみ。で、私はこう20年ぐらい芸能界やってますけど、はい、こんな固有名詞が今結構時代の真ん中にいる人たちをすごい1回じゃなくて10回ぐらい言ったりするじゃないですか。そうですよね。まあ、はい、ドラマ見てもらえれば分かると思うんですけど、はい、あのめっちゃ個人名とか出すんですっごい出てるんですよ何回も。大丈夫かな。ちょっとあのドキドキしてるんですけど、そうですね、すごくあの面白くなってますし、さらにおしゃこもパワーアップとか芝居もパワーアップしてます。数がさらにヤバくなって、全員ちょっと 1.5 倍ずつぐらい頭がおかしくなって、多分ちょっとあのシーズン1でね味しめてね、そうあ、これやっていいやつだなみたいになってるんで。そうですね、めぐみさんもなんかちょっとあの解放されて、ちょっとはい、シーズン1だとちょっと謎で、謎のままなんかちょっと寸止めみたいな感じだったんですけど、うん、あのキャラがなんかこうどんどんダダ漏れしてる感じの、あの他の現場でやると怒られるやつを楽しみにしてます。怒られないので、はい、あのぜひ皆さん本当面白いので、ね、あの見てください。ぜひぜひ、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お伝えしたいところ。ありがとうございます。あの僕はまた来週、もう水曜とまた来週。はい、ぜひ僕エンディングだけの登場なのかな。思いのほか結構いやもうあの登場シーンが多いので、めちゃくちゃ多いですよね。脚本見ましたけど、そうですね、言ったお芝居とか、あのふざけたことを本気で芝居する面白さっていうのを実感してまして、こういうお芝居もちょっと癖になりそうですね。僕あの今日来る時にあの今井さんの口からまた来週っていうのを聞くのを楽しみながら、めちゃくちゃ今感激です。ね、各キャラクター役名からして個性的なんで、ね、やばいですもんね。そうですね、バズリー、バズリーっていう、はい、やらせてもらってますが、どこの方かなっていう日系中国人っていうのを台本に書いてあって、ね、設定ですよね。で、まあ、今日合わせの時に日系中国人の方なんですけど、そういう話し方に寄せた方がいいですかっていうのを言ったら、はい、あ、いや全然本当に多分名前だけの都合だから、それで言うとあのね、おしゃこもね、イエーガーおしゃこっていう、あの明らかにハーフなんだけど全く関係ないっていう、うん、面白いですね、こういう題材も。世界で唯一のインテリア逆漫画難しいことは一切なく、そうですね、見てる方もねハッピーな作品になると思いますね。いや、めっちゃ楽しみ。初めてあの現場でカメラ見ていいよって言いました。なかなかね他と違うんですね。でもすごいなんか新しいものに挑戦させてもらってるので、ね、本当に楽しくて、いやもう本当に楽しみです。はい、バズリーももう役出番めっちゃ多いんでね。いや本当ありがたいですね。要所要所でこう空気感変えられればなって。よろしくお願いします。ありがとうござい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 ます。ミュージ変わりましたね。今日は大丈夫、決まらないじゃないか。トーク好きだっけ。あ、トーク好き。あ、これですか。もう、はい、あ、もう、はい、じゃあ回ってます。すごい。はい、今回役名がね、ちょっと変わりまして、はい、筋肉好き。から。改め。トーク好き。トーク好きの富田さんです。よろしくお願いします。お願いします。あの今日お会いするのすごい楽しみにしてて、あのなんでかっていうと、おしゃこのドラマの放送ぐらいからもうめちゃくちゃ人気者になられたじゃないですか。あの おしゃこのおかげじゃないですよ。あ、おしゃこのドラマのおかげじゃなくて、タイミングがもうバッチリバッチリハマって、もうめちゃくちゃあの拝見する機会が多くて、自慢してました。おしゃこのドラマに出てたよってすごい自慢してたんで、あの今日はあのお会いできて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。シーズン2の現場はどうですか。本当シーズン1と何も変わらない平常運転で何も変わらない。これがおしゃこれでいいって感じ進んでますなるほど。いやでもなんかさっきね、その撮影拝見したそれがもう完全に伝わってきました。外からのすごいあの規制が漏れてたんでそうなんですよね。あの筋肉好き、筋肉好き、筋肉好き子からのトーク好き子
何が変わったかっていうのを楽しみに見ていただきたいんですけど、ね、まあ何も変わってないということなので、そうですね、シーズン1の良さもこう引き継いでるという、うん、シーズン1が何も変わらないとはいえ、やっぱり新たな男がたくさん出てきますので。そうですよね、今回だって12話もあるからもうめっちゃたくさん出てくるはずなんで、やっぱそれがやっぱ楽しいですよ ね、 すね。同じだけど変わらないけど新しい濃い濃い人たちが混ざってきてますから。いや楽しみだな、好きとしても楽しみです。好きとしても、はい、ありがとうございます。すいません、お忙しいところ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。こんな感じで、撮影現場お伺いさせていただきました。おしゃこ、左利きのおしゃこじゃなくて、おしゃ家ソムリエおしゃこは、シーズン2ですけど、シーズン1を見てないと見れないのかなみたいな思うかもしれないですけど、全く関係ないんで、むしろシーズン1を見てたとしてもシーズン2よくわかんない可能性すらあるので、もう1話1話ぶっ飛んだ内容で、とにかくインテリアギャグ漫画をベースに、今回ドラマ化してるんで、インテリアギャグ漫画ってなんやねんっていう気になった方はぜひ、ドラマ見てください。そんな感じで今日はもう、はい、なので、チャンネル登録グッドボタン何卒よろしくお願いします。それでは